低いボールエリアの少し外、リハンジェもう一度こぼれ球シュート決まりました。隅田広田へ、松が取った、広田シュートに行けるか、打った決まった。後半に入り59分、まずは鳥取のチャンス、長里のパスを受けた広田が狙いますがシュートはポストに嫌われます。